あなたが持ってる爆上のベルト、私は挑戦します。もう
迷いはありません。あなたごと、いや、なんなら愛すリボンごと爆破します。タッグでもシングルでもどんな形式でももちさんと当たると絶対負けてたんで、この勝ちはすごい大きいものだと思っております。私もアイスさんに参戦させていただき始めた頃はやっぱ所属じゃないのですごい遠慮してて、なんかあんまり目立たない方がいいと思ってたんですけど、なんかのきっかけでもっと目立ちなよって言われたんです。だから所属とか所属じゃないとか関係なしに、私は誰が勝ってもいいと思っているので、所属じゃない選手には勝たせないって言われても私は私の力で勝ち取ってみせます。くるみさんに今まで一度も勝ったこともなかったですし、もうパワー、スピード、何をとっても、いや、すごいんですよ、すごいんですよ、くるみさんは。で、本当にデビュー戦の相手でもあり、で、一昨年の2周年のラジアントホール大会での横浜リボンでも私くるみさんとシングルをしていて、全然かなわなくて、正直今日も、いや、本当トーナメントの中で正念場だなと思ってたので、本当無理やりもぎ取った感じですね。次はマイカ。でもマイカ強いんですよ。何が強いって、なんか劇場型なんですよね、意外と。なんかね、追い込まれると強いんですよ、マイカって。ちょっと怖いですね。根っからのヒロイン気質なのかもしれないですね、マイカって。押し込まれて、こう押されて、追い詰められるとものすごいパワーを出すような気がして、切れるとかじゃないんですよ、でもものすごい地力が出てくるので怖い、ちょっと怖いです、もう絶対分隊で負けた借りを絶対に返したいので、トーナメントは優勝します、絶対。